SC ホールディングスさんの生、はい、まあ、立ちの中で、はい、まあ、常に順風満帆できたわけではないのはもうどこの会社もそうだと思うんですが、はい、特に苦しかった時期とか、はい、大変だった頃の話をちょっと伺いたいんですが、はい、一番はやっぱ立ち上げが一番苦しくて、立ち上げ、はいはい、お金なかったですし、はい、まあ、私の手元資金も100万円しかなく、うんうん、はい、車も買えず、はい、自分で歩き回って営業してた時期もあるんですけども、はい、2番目に苦しかったのが、はい、あのリーマンショックの時で、はい、やっぱり多くの企業が倒産されまして、うん、はい、でうちの生徒さん の、 その親御さんも職を失ったりとかですね、はい、そういう時期でございましたので、はい、まあ、当然そのうちの会員数も、はい、減ってですね、会員さんがゴンと減った、はい、苦しい時期がございましたね、はい、その頃 の、 その事業の間の比率とかその辺の話も含めてちょっと当時は家庭教師事業がメインでございまして、うん、家庭教師の売上は7割、うん、塾の売上は3割だったんですけども、うん、まあ、リーマンショックによって、家庭教師事業の方の生徒が大幅に減ったんですけども、うん、塾の方はですねさほど減らなかったんですよね、うん、これは学習塾事業の方が、安定した成長が見込めると、はい、いうのをそこで思いまして、はい、その時に学習塾の方をメイン事業にしようということで、はい、学習塾の出店を大幅に増やしました、はい、なるほど、はい、それ家庭教師のお客さんはドーンと減って、はい、やっぱ同じ、まあ、教育事業でもその塾の方は減らなかったというのはどういう理由があったんでしょうか、はい、家庭教師の場合は先生を、はい、ご家庭に派遣して、はい、で、まあ、社員はオフィスで先生や生徒を管理するっていう立場なんですけども、はい、それとその、まあ、我が社の社員と、ご家庭や生徒さんのつながりがですね希薄になりがちなんですけども、はいはい、教室事業の場合は、はい、社員が教室に常駐しておりまして、はい、生徒さんや保護者の方と教室において日常的に接することができますので、まあ、社員と生徒さんと保護者さんとも、はいはい、関係性がですね、うん、濃密な関係を築くことはできるので、る、まあ、それによってこう安定したですね、はい、まあ、サービスが提供できるというのが塾と家庭教師の大きな違いだと考えております。なるほど。家庭教師の方はいわゆる派遣される先生は学生さんが多いわけですね、はい、うん、じゃあ派遣するので社員さんがご家庭と接する頻度っていうのは少ないわけですね。そうですね。なるほど、はい、一方で塾の場合はもう送り迎えとか、はい、うん、で保護者の方とか生徒さんと社員さんが直に接するから、はい、そうですね。なるほど、はい、なるほど。それがまあ大きな原因となって解約数の変化は、そうですね、塾の方が解約は少ない、少ないと、はい、うん。当時はどういう比率だったのを、はい、その塾の方にシフトしてきたんでしょうか。当時は7割が家庭教師、はい、3割が塾だったのが、はい、現在はもう 97% が塾、はい、3% が家庭教師。なるほど、はい、97% は塾、はい、まあ、全国、214拠点、はい、214箇所に塾を展開していると。そうですね。これだけの数を展開している塾というのは他に、はい、あるんでしょうか。いくつかあります。いくつかある、はい、まあ、うち全部直営でやってますので、はい、フランチャイズだと、はい、名工技塾さんとか、うん、一都個別小学院さんとか、はい、スクールアインさんとかですね、はい、まあ、そういう、はい、もう何百何千っていうフランチャイズチェーンもあるんですけども、はい、直営で何百っていうのは、はい、もう数社しかないですね。なるほど、はい、直営にやっぱりそのこだわっていく理由っていうのはどう。フランチャイズだとサービスが低下するんですよね、うんうんうん、はい、社員の教育もこっちからできないですし、うんうん、やっぱりこう、我々の哲学を、はい、その伝えにくい、はいはい、フランチャイズだと、ね、はい、それがまあ直営だと、うん、自社社員なので、はい、教育も全部できますし、はいはい、ちゃんとこう理念や、うん、その哲学も共有できるので、はい、その分サービスの質が落ちない、ね、落ちないと、はい、なるほど。いや、これから先もずっとその直営でやっていくと。やります、はい、その海外ですら直営でやってます。海外も直営で、はい、なるほど、はい、なるほど。でもフランチャイズに
名乗りを上げたい会社とかもやっぱ声はかかるんでしょうね。いくつかありますね、はい、でもそこはやらずに、はい、やりたくないですね、うん、なるほど。サービスクオリティを落とさないと、はい、なるほど。教育業ですからね。そうですね、はい、うん、失敗も改善して、うんうんうん、でね、復活させれば失敗じゃなくなるんで、それでへこまないことじゃないですかね。なるほど、はい、いちいち、なるほど、まあ、ちっちゃな失敗いっぱいありますもんね、うん、はい、さっきの1000万もそうですし、うん、はいはい、まあね、家庭教師事業で、うん、その火薬がたくさん出たっていうのも、まあ、もしかしたらそのリーマンショックの影響じゃなくて、はいはい、自分たちが覆ってただけかも、なるほど、はい、知れないですし、うん、はい、じゃあ今後ね、個別指導塾がメイン事業が、はい、あの昔やってた家庭教師と同じ鉄を踏まないとも限らないですし、はい、まあ、その時その時起こる、ね、何かしら起こるんでしょうけど、うん、はいはい、それに対して、やっぱりその見たいものだけ見るんじゃなくって、うん、ちゃんと起きてる実情を見て、うん、はい、それは、まあ、まず自分のせいなんだっていう認識に立って、うん、で、じゃあ自分の何を改善しようかっていうところからですね。なるほど、はい、なるほど。部下が悪いとか、はい、世の中が悪いとか、うん、市場が悪いとか、うん、はい、そんなこと言ってたら絶対復活しないですから、うん、はい、まず自分に起こった失敗に対して、はい、まず自分の何が悪かったって思うことですよね、うん、なるほど。そして失敗を失敗に終わらせないと、はい、うん、そしたら失敗じゃなくなりますからね、うんうん、はい、まあ、ほとんど忘れてますしね、私もね。なるほど起きた失敗を何があったっけみたいな、うん、はい、それは失敗に終わらせてないから、そうです、そうです、うん、今でこそそう言えるのは、いい、そういうことですね、はい、失敗に終わってないから、うん、はい、まあ、忘れられるというか、ね、自分で自分の何が悪かったのかと考えて改善再チャレンジをすると、はい、